銀プロ登山部ダチョウ屋お銀です。そして今日は特別ゲスト、こんにちはちすけです。めっちゃ久しぶりじゃん。本当銀プロの初期によく出てくれてたちすけを今日はゲストにお招きしてます。頑張ります。そう、意気込みは？いやー、富士山登ってるからね余裕余裕した。余裕らしいですわ。じゃあ行くか。行きますか。あー、でも天気めっちゃ良くなっていいね。これは登山日和だ。いえ彼女めっちゃ鍛えてるからね。めっちゃ鍛えてる。私より全然体力あると思うよすごい綺麗な川が、あ、めっちゃ綺麗。ああ、すごい綺麗。ちょっと触って触って触って。大きいね。ちょっとまだまだこのアスファルト続くの。チュパチュパすんない。チュパチュパ。ダメダメ、これ飲み水飲んだらあかんのやで。殺人アメーバにやられるよ、殺人アメーバ。釣り橋が見えてきた、釣り橋。釣り橋効果や、どうしよう。誰もやん。誰よや。白滝丸田橋5人以上乗らないでってよ。え、5人以上で渡らないでってよ。おお、意外と揺れるね、これ。あと多分2、3時間あと2、3時間です。あ、また橋があるよ。うお、でも結構これ薄いよ。板が薄い。わー、板薄い。これマジめっちゃ薄いよね。すごい薄いこれ。うわ、おお、これはでもいい景色です。おーおーおーおお、わあ、いいね。いいぞ。あーあーあああ、すごい。あ、めっちゃ綺麗。すごい綺麗。積んでいいかな、私も。一緒。なんか積んである。こういうの緊張した。わ、すごいすごい角度で立ってんなこれ。めっちゃすげえやん。すごい。めっちゃ高い。マジ。奇跡の角度。なるほど。こっちいたら最短だけど、アスレチックコースはこっちなので、アスレチックコースに行きましょう。この真ん中の木大丈夫なんか？真ん中の木完全にさ、深は両親めっちゃ深そう、香りすぎてない？もうさ、大工さん、大工さん、大工さんなんか滝があるぞ。うわぁ、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。すごい、すげぇこの木をすごいことしてあるけど、うわー、すげー。ここ下やべえよこの下はやばいですよ。ゲロスがどうした。なんかロープ置いてあるし。あー、ここすごいわ。これ行ったら、あ、え、ちょっと待って、ここに誰かいらっしゃいます。何、どういうこと。あなたここで日光浴中ですか。本当や。日光浴中ですから、ちょっと気をつけて通ってください。彼踏まないであげてね。ごめんねごめんね
え、マジこれ、ちょっと待って、これはどうなの。あー、そういけんのね。これはもうロープを伝っていけっていうことみたいです。よっしゃ、行こう。これは、この空中ロープ、空中ロープ初めて見たいけど、こんな空中ロープ。これは滑りますよ。よしよしよし。あー、でも沢に降りてきたよ、これ。おー、これから沢登りが始まります。うわー、沢です。沢に着きました。これはちょっと待って、どうやって行こうな。いろんなとこ、あのリボンのところを通れってことやろ。あ、これを通るの。うわー、もうこれ完全な沢ですね。うわ、やべえ、これそこか。よし、お、これマジで、ね、絶対滑るやん、こんな。お、お、いい、いける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 。あー、でもこっから先いけねえや。ちょっと待って、こっから先が、すごい、すごい。うん、そう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 。で、そこもそう、ここがやばいんやって。ちょ、マジでこれやばい。ちょあー、こうね。そう、それで行こうか、そっちで行こう。あー、やばい、めっちゃ滑りそう。お、よっしゃー、よっしゃー。マジそこダンスした。ここ挟んだ。あ、挟んでない、挟んでない、お、一気にそう。おーおーおー、いいね、いいね。よっしゃー。え、てかまたあるぞ。今度あっち、今度あっちやん。やばいな。え、これマジで頭使う。やばいやばいやばい、これ。いや、でもさ、あの砂利を使うしかないやね。そっからそっちまでは飛べんや、まず。ここちょこちょこ行くしかないよね。これはやばい、これはカメラ持って行くもんじゃねえや。よしよし、あー、いけたいけた。もう1個目は濡れるの覚悟で、その手前のどこに沈めた方がいい。あ、そのもっと手前、そっちか、そっちか。安定するなら。よし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 。わー、めっちゃ水は綺麗やけど、すげえ綺麗。わっ、うわやっぱダメやった、やっぱダメやった。滑る、石がめっちゃ滑る。いや、油断しましたね、この景色に。油断しちゃったよ。いや、でも、え、ヤマメかな。ほら、ヤマメ、食べるやつ、焼き魚にして食べるやつ。ヤマメさんがいます。綺麗やからか。動画を見てくれてありがとう。こんな感じでくったらないことしてるから、よかったら他の動画も見てね。で、面白いなって思ったらチャンネル登録もよろしく。 Twitter とかもやってるから、別にフォローしてくれてもいいんだからね。それじゃ、またね。